まこなこです。さて続きやっていきましょうか。この場所から出てどこか行くっていう話になってると思うんだけど、どこだっけかな。全然このマップの見にくさどうにかならんか。ああ列車止まってんね。でも今奥行けないような気配やったけど、やべえよやべえよ言ってるけど、なんだろうね。戦争だよ戦争。うん、まあでもあれでね、この時代になって、その、そばに寄ったら会話するみたいなものが出てきたのかな？今まではちゃんと会話、ボタンを押さないと喋らなかったけど。で、後々もうそれが音声でなんか行くようなね、状況になったと思うけど。どこ行くのかちょっともう覚えてないな。一日やらずにいたら忘れてしまう。なかなか RPG とかストーリーもな、そこら辺が難しいよね。発車。でも、なんか、線路、車両があったような気がしたけどね。車が、レールの上に。それで行けないような気もするけど。うん、セルフィーに何か言われそう。おっと、出てきた。うん。先に開けといてあげたのか。優しいね。ああ、でも発車するな。分かれて行動ってね、なってたけど、なぜか全員揃ってるっていう。うん、動けるようになった。うん、一応シードの専用車両使えるってことか。君と僕とは運命共同体。口説いてるね。うん、なんかこのセルフィーのこの姿勢がね、ちょっと面白いよね。なんかちょっと前になんかボケーとしてるかのような体を、なんかちょっとな、前傾姿勢ではないんだけど、肩のなんか落とし方とかがあんまりパッとしないんだけれども、まあそれも含めてなんか面白い。肌から見てなんと表現していいかわかんないけどね。ちょっと頭がおかしい子みたいな、そんな感じがするんだけど。さて戻りましょうか。アービンとリノアって関係性はなかったよね、確かね。一見いいこと言ってるけど、そこまでなんかね。普通にダダこねてるだけしかね、見えなかったりもするけどね。相変わらずゼルが余計なことやってるね。今あの辺りの通りのところに車両が止まってたように見えたんでね、この車両に乗る前はね。でも問題なく行けてるね。
あれだね、でも上の方にも目線合わせて文字読まなきゃいけないから、その点は大変だね。もう勝手に文字が出てくるっていうのも。音声だと、まあそれで耳でわかるからいいけどね。ここら辺のフレームレートの低さというか、まあ、それが影響してか、すごいカクついて見えたの今ね。あ、動かせる。キャラクターがいなかったから動かせないかと思ってボケっとしてたけど。で、そのフレームレートの低さをちょっとレビューとかでね、低評価の理由に挙げてる人とかがいたので、まあ、昔のゲームだからしょうがないっていうのもあるんだけど、だからそれをきれいにする技術はもう今はあるんじゃないかみたいなことでね、リマスターするんであればそこら辺直したらいいんじゃないっていうのがコメントとかにね、チームのレビューに載っていた。まあ言い出したらキリがないけどね。さて行きましょう。川上天満駅バスが到着したら私に話しかける。多分これ乗るしか。え、降りていいんじゃね。降りたね。あ、右上の方か下から来てるところにいるのかなと思ったけど、簡単にここ通すわけにはいかない。カーウェイ大佐ってのは味方ってことか。両親用意しない人、どういう人だっけかな。町を出て北東にある名もなき王の墓、そこに行くだけでいい。証明のための暗号が必要。この北東とかの方角言われてもなあ。あーでもそっかそっか、カメラリセットあるのかな。それで場所北ってのが分かるのかもしれない。地図は渡してくれる。バックボタンって言われてもね。マップ表示中に丸を押せば、 B ボタンを押せば男女を脱出できる。シードのランクが落ちる。行きましょうか。レンタカーが便利。あ、レンタカーあるけど、ちょっと歩いて行きましょうか。戦いも兼ねて経験稼ぎもね、やっておきたいんで。これ違うんじゃない。うん、多分こっち側で合ってるはず。で、この名もなきなんたらはとりあえず道路沿い行きましょうか。見たことない敵。とはいえ軒並みも持ってるかのような。ガンガン行きましょう。うん、やっぱりもう吸うだけ吸った方がいいかな。後々これを吸わなきゃいけない、あれを吸わなきゃいけないって考えるのも、ね、面倒なんで。全部吸い切ってしまえばそんなこと考えずにいけるでしょ。何今なんかやって、なんで勝手に倒された。えよく分かんなかったんだけど、攻撃はやってないはずだけどな。とりあえず道沿い行きましょう。まあエンカウントはかなり多いので、それを車で対応するってことだと思うけど、あれ奥にあるのがそうなのかな。さてまた違う敵。
片方、あ、いや違うな、あったことあるかな、飛んでる方も。違うぞ、狙ってる対象間違ってるぞ、これ倒すか。よく分かんなくなったから。相変わらず召喚獣が便利。ノコギリの歯、ジェイデンレベルアップ。でもこっちが戻るような気がするけどな。どうなんだろう。これ片方倒したい。狙ってる方にターゲットっていう文字が出るんじゃなくて、狙ってない方にターゲットっていう文字が出るから勘違いしやすいんだよね。パーサク温まってんね。あんまり威力上がってるようには見えないけど、敵も温まり出したんだけど、反撃スライス、あそこまで大ダメージで投げたらいいけど、また吸っときましょう。ゾンビってなんだろう。ゾンビ効果食らったらそれを解除するのか、それとも敵をゾンビ状態、まあ、敵ゾンビ状態なんて聞いたことないけどな、今まで。あと2人目は温まった。硬いね。倒した。さて、ジャンクション、排気を戦う。ステータス変わったね。こっちも戦う。こっちは変わらない。こっちは少し魔力が変わった。サンダー多めに取ると魔力が上がりやすい。今鉄橋みたいなもの見えたけど、違うか？二人セットに出てるときは、ドローやんなくてもいいかも。先生が危ない。魔石のかけら。魔石のかけらも何に使うんだろう。あとリノワが。エスナ誰か持ってたと思うけど、使用回数はディスペルで魔法の効果消せる。消せない。あれ、エスナ、誰か持ってなかった？うん、エスナ。あ、え、なにこれ、入れ替えもできんの？全部出す。あ、こんなこともできるんだ。じゃあ、戦うキャラクターとそうじゃないキャラクターとか分けてやっていくこともできそうだね。吸収だけする。あ、ばばばば。うん。もう選んでる余裕ないから。一番上にある魔法のみの通過のような状況になってしまってる。違うような気がするな。というか戻ってきた。これ、あ、やっぱりあるか。さっきのなんかマップの話で言ってたからなんかありそうかなと思ったけど、でもな、黄色いところがあるにはあったけど、マーキングがあれ目的の場所かって言われるとそうじゃないような気がする。もう一回吸えそう。
釣れなかった。マップがない、マップがないって言ってたけどね。街中はどうなんだろう。外はあるの分かったけど今。ここどこだ？ここさっき来たとこだよね。さっき来たというか出発点。いった。そうだよね、これ途中で立ち寄った場所なんだけど、いやこれ見てもなあ。でも場所の名前書いてあるね、ティンバー。どこから来たんだっけかわかんないんだけど、デリングシティ目指してんだっけか今。これなんかあらすじみたいなものってチュートリアル、あ、このテストなんてあるんだ。あらすじはわからない。じゃあ戻りましょう。厄介だね。立てているけど、まだレベル14か、ゴールだけ18。前列後列は多分ないと思うので、後ろから食らっても入れ替えとかにする必要がないのはありがたい。目視でなんかそれらしいのはさっきの塔みたいなものがあったとこだと思うんだけど、あったまってんね。ん？倒せてないぞ。うん、倒せない。やたらと行動が早い。こっちも温まってしまった。いや、硬いね。重いのほか、さっきも言ったと思うけど。この入れ替えでここの並び順だけか。魔法やった際のね、場所の入れ替えしたかったけど、あれ目的の場所らしきところについてしまってる。うん、一発で倒せるかどうか。ちょっと与えるダメージ低かったか。あ、なるほど、地上に打ち上げたみたいな感じになってるのかな。倒しきった。
のヒレ。属性防御を覚えた。次は属性防御 J2 ジャンクションの2行くか、それとも力アップか。力アップでいいか。で、属性防御がどういう感じになってるのか。あー、これくっつけてなかったんだ。毒性防御は、うん、なんか右側に属性防御って書いてあって、属防って書いてあって、 23%、 255% とか書いてあるけど、ちょっと意味合いが分かんないな。まだ、まあ、属性防御は何かしらあるけど、何の属性があるかとか、そういうのは分かんないのかな。今言った23とかは速さとか回避の値だと思うから、何を防御やってるかは分からない。アビリティ付け忘れないか改めて確認しましょう。こっちはちゃんとくっつけてある。あれ、なんか入るんじゃないのこれ。ちょっと待って、これ違うの？違うっぽいな。じゃあ、こっち側？いや、こっち側も違う。これが砂漠収容所。これのんびり。1体だけだと吸いやすい。どうするかな。コマンドに関してはよくやった方が楽かもね。この辺りドローすること考える。いや、ちょっと危なくないこれ。魔法使いたいけど、気ある気ある。いや、両方危なくなった。もうとっとと、連打で増えなくなってるんでね。一番上がダメになると、召喚獣の方が早くレベル上がっていくけど、まあ、召喚獣レベル24マックス。ここが違う。うん、設定変えようって話をしてたような気がする。大すかない。全然吸えてない。出てきたね、ドロー失敗。コンフィグでカーソル記憶、これで大丈夫なはずで、今左を、あー、何これ、強そうな敵が。ちょっと倒しましょうか。エアロー手に入れた。ここまで大ダメージ食らってるって感じでもなかったけど、リノはなんで今すっ転んでる？何の状態以上食らったのかがわからない。あ、これ強いぞ多分。で、スコールも結構 HP 減ってるんで。ん、あ、倒した倒した。どうなんだろう、なんか変な状況になってるけど。
ってましたね。うん、魔石手に入れて、うん、何か状態異常なってはないか、大丈夫か。あそこかな、あそこじゃないと思うけどな。明らかに街みたいに見えるしね。何か覚えた。続いて死の宣告、体力アップ。うん、まあ、こっちがいいかな。属性の方で、これ属性攻撃の方か。アビリティ、なるほどね。選択しなければいけないけど、魔法を使うってことがないから、じゃあ体力の方で。あんまりくっつけられるものがあまりないっていうか、出すだけだとね。選択どうしたらいいか迷う。倒した。ベルヘルムカード？カードか。あまりカードは使わない。場所がつかめないな。どうなんだろう、昔はこんな戦い方絶対してないと思うんでね。となるとずっと通常でやってたのかな。長すぎるもんねこれ、3倍速じゃなければね。レステのバージョンのままで遊んでる人の実況動画でも見たいような気がする。今前見えてるのはひょっとして出発点。大きく回ってきて結局何も変わる。あ、今サンダラが釣れそうな気配があったけど、うん、急にカードが手に入りやすくなっている。さて、目的の場所がどうか。ゾンビパウダー、多分武器のアップグレードとかも何かあると思うんだけど、ここはデリングシティね。そうしたことをやってないから、多分それでちょっと辛くなってるようなね、部分もあると思う。ここかな、出発点。あ、これ、吸えるんじゃない？ケアある。ずっと吸っときましょう、ケアある。かなり数が少なくなってたから。ありがたい。これは間抜けだね。ずっとケアードを吸い続けるっていうのもできることなくなったらもう戦いましょう。あ、終わってしまった。
もう戻ってきたんだけど、まあそんな気はしてたけど、金は結構ないんだよね、余って。行きたい場所が分かんなくなっちゃったな。あ、でもこの場所ってあれ、一回来たことある場所？あ、そうだよね。これ来たことあるよね。なんかこっち側で右側行けんじゃなかったっけかな。ここ、ここ。あの、夢の中で来た場所か。え、何？今、登るしかできなかった？以前は下るもできたけど。うん、来たからといって何かがあるわけではない。ぶつかってしまってる。歩いていけないのかな、これは。右側歩いていけそうだね。ラグナ様の時に来た場所だと思うけど、セーブやっときましょうか。うん、あの女性いないね。あ、びっくりした。今勝負なったらどうしようかと思ったけど、これはさらに下側。あ、これ右？あ、ようやくなんか目的の場所っぽい。これもうちょっと話を。え、何？30分やって戻ってきたんだけど。話をする。だから北東がわかんない。あ、でもあれか。さっきのマップを見ればどっちが北東かがわかるか。なるほどね。ここでマップ開いてしまえば、この方向が北東。ようやくだな。マップの見方もそうだけど。いやろ、ずっとやっていきましょうか。ん、これブリザードじゃなくて今ブリザラになってたよね。じゃあブリザラ吸った方がいいのかな。能力的には多分高いはずなので、上がるステータスも上昇するかもしれない。この作業が楽しいかって言われると全くそんなことないからね。なんとなく評価が悪い理由がね、また分かってしまったかのような。なんでこんなゲーム性にしたんだろうね。どういう考えでこうなったのかはちょっと知りたい気はする。もちろん何か新しいことをやろうという、そこはね、わからんでもないけど。変えなきゃいけないんだけど、前作と比べて。だから変えすぎるとちょっとね、問題がまた出てくるよね。ここまで大きくゲームシステム変えると、まあ、変えるのもそうだし、詰め込みすぎるのもそうだしで、ハテナマークがどうしてもついてしまう。早くマックスにならないかな。得られてる数字は、まあ、そこまで多くないように思うので、3つとか4つとかどうなんだろう。これ自らのレベルが上がっていくと得られる数が増えるのだろうか。そうであるならば戦ってしまった方がいいかも。もしくはキリがなくなるから一人だけ戦わせてそれ以外で吸わせるとか、何かしらルール決めてやった方がね、キリがないという状況はなくなると思う。
で、ジャンクション。これで最強、戦う。ブリザラに変わったね、大陸の場所が。これも、ゾンビに変わった HP。これだとケアル使ってももう問題なくなるので。まあ、この育成そのものは楽しいといえば楽しいんだよね。いろんな魔法を吸って、それで、ステータス上がるっていうのは。ケアル吸っときましょう。あー、一発か。のんびり数時間も与えてくれない。癒しの水。あ、出てきたね。レビテトってことは、まあ、何か、あそこら辺崩れる可能性があるってことかな。ロテスを見つけた。ここでマップ開くじゃなかったっけか？マップボタンを押しても開かれないので、念のためここでセーブ。こっち側か。いや別に魔法使わなくても何とかなってるな。中入った。え、これ使って何しようだっけ内容覚えてないな。いや、脱出はしたらダメ。え、これでなんか、ん？違うのか、奥行かないとダメなのかな。奥には行ったらダメっていう、あ、これ、あ、これを取れってことか。男子出席番号26。これじゃない？ヒントみたいなものは。何これ出らんなくなってんだけど、戻ってきた。ここに、ここもう一回行くとここに戻ってくる。なるほどね。あれ、あ、なんか大丈夫だったな。よくわからんかったけど、じゃあ戻りましょう。では、戻ってきました。早速行きましょうか。バス乗った方が早いんでね。ここで、降りるボタン、B ボタン押して、会話しましょうか。26だけかな？答えを言う。待った、危ない危ない。こっちが10の位か。あー、ちょっと戻したいんだけど。戻れない。10の位が2だよね。え、100の位なんてあった？いや、違う。1の位が6。これ、おかしいな、数字の入力方法だね。26。合ってんでしょ。バラム、ガルバルディア、リオ、ガーデンと大佐が手を組むのか。なぜだ。うん。大佐ってのは何なんだろうな。ああ、なるほど。リノアはここ、この家の子なのか。セーブやっといて行きましょう。ゼルと会話するとイライラしそうだからゼルはスルーで。ジェル邪魔なんだけど、そこで立たれると、リノアの様子が見えないんだけど。
あ、早いね、戻ってくるの。ここ私ん家だから。うん、来たね。うん、まあ素直なね、正しい判断だけどね。大佐はあれか、敵方の大佐なのかな。そんな感じだよね。ああ、なるほどね。リノがここでいなくなる。あ、でもアービンも一回ぐらいは使わないとダメなんだけど、そっかそっか、レベルが上がってないのか。ジャンクション入れ替え。リノアとアービン。なるほどね。魔女、イデア。セレモニーが開かれる。あ、移動できるね。大統領官邸。うん、この移動中に会話ってのは面白いね。凱旋門チームは素早く凱旋門に潜入して待機。狙撃の方は大統領官邸の正門前、セレモニー終了まで待機。ここで狙撃するの？ちょっと待って、これ分けるのはいいんだけどさ、もう片方のパーティーも動くのかな。自分で操作するのか。あれが大統領官邸。開門と同時に狙撃チームは行動開始。大統領官邸の屋上に行って、通路の床に扉がある。ギミック時計。狙撃用ライフルもそこに隠してある。20時まで待機。この門からスタートする。門を出た後、左の方へ向けて動いていく。この人、この人実践してるね。また戻ってくるってことか。凱旋門の方に行く。凱旋門の中に入る。あ、そうか、移動しないと。
外専門チームは制御盤を操作、鉄格子を下ろす。左上見えてるね。外専門に閉じ込める。ギミック時計がせり上がる。なるほどね。ああ、なるほど。ギミック時計ってこういうものか。これが計画の全容。問題を起こさないでくれよ。町はな、どこを入れるかがわからないんだよね。今最後の言葉聞き忘れたな。なんか言ってたけど、どこ入れるかがわからないから、多分買い物できる場所とかもあると思うんだけど、これがわかりにくい。あ、こんなところもある。サンダラジャンクソン、最強戦う。戻ってくる最中にもいろいろ吸ったので、それで状況がまた変わってる。奥行くか一旦。あ、なるほどね。ここに戻ってくる。じゃあこっち側から行くと、こっち側そもそも行けない。なるほどね。あ、これ外線も奥行けば街に行くんじゃない。あったちょっと。場所がよく分かんなくなってるな。うん。うん。町に到着なんだけど、ホテルは分かってるんだけど、他が、ここら辺の人の姿も会話できるんだよね、この昔の。いやー、リマスターするにしても、もうちょっとなんとかならんかったか、これ。で、ここどこが入れるか分かんないけど、右側の方が入れそうか。武器を改造。持ってるようになるんでね。改造というのは何指すのかが分かんない。バリアント。普通になんか武器を作るっていう意味合いなのか。あ、これいくつか。なるほどね。これリノア。ライジングさん。ああ、なるほど。今持ってるの、上位のものに変わるってことか。ライジングさんにやっといて。だが、これ一つしかないってのはどういうことなんだろうな。何かどこかで上、あ、そこで武器図鑑か。なるほどね。ここは？お金それなりにあるといえばあるから。買ってしまってもいいけど。5個ずつ買っときましょうか。こんな感じで。なるほどね。武器の強化は改造というのになるのか。いや、でもそうなると、その、武器図鑑をどこかで拾わないといけないっていうのは厄介だね。拾うのか買うのかわからないけど。どうやっていけばいいんだっけか？行き方がわからない。うん。カーウェイテーマと行きましょう。ここ左側は、うん、ここか。これ行ったり来たりで回復するんであれば、回復してる？しないか？時間か。
戻ってきて、多分ここ行けば何か進むと思うけど、今回はこれで終えたいと思います。だんだんと分かってきたような分かってきてないような気もしますけれども、また引き続きやってきますので、次回も興味あればまたご覧ください。ではでは。